はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はブリーチから、あだ名メーカー、くしゃびしヤチルについて見ていきたいと思います。ヤチルはブリーチの中でも特に謎めいたキャラクターです。見た目とは裏腹に強者の風格を漂わせ、最後は消えていなくなり、読者を驚かせた人物となっていましたので、早速見ていきましょう。よろしくお願いします。くしゃびしヤチル。固定13体でも荒くれ者が集う11番隊の副隊長を務めている少女。おそらく11番隊の中で唯一の女性死神。出身はキタルコン在79地区クサジ市。隊長であるザラキケンパチをケンちゃんとしたい。普段は彼の背中に張り付き常に行動を共にしています。髪はピンク色で、ショートヘア。重装隊隊員中最小最軽量の体格で、外見言動ともに完全に幼児なのですが、入隊試験を受けずいきなり副隊長の地位につくほどの実力を持っています。まさかケンパチと同じやり方で入隊したのかな。また倒れたケンパチを軽々と持ち上げて建物の屋上へ飛んで運ぶなど、外見に見合わず卓越した身体能力を持ちます。無邪気で人懐っこい性格で休日は女性死神協会のメンバーと遊んでいます。副隊長で唯一上官に敬語を使わず、他の隊に迷惑をかけてもいますが、マユリ様や兄様などの一部を除いて、他の隊長たちからも可愛がられています。そして誰かで構わずあだ名をつけて勝手にその名で呼んだりします。朽木白夜を白君、マダラメ一角をツルリン、石田ウリュウに至っては鉛筆と呼び、決して他の誰もが呼べないようなあだ名をつけていました。鉛筆とかもはや悪口。ちなみに山本総隊長はおじいちゃんと呼んでいました。あだ名でもなんでもないじゃん。目的地へ向かう際はケンパチに指示を出しますが極度の方向音痴のためいつもあさっての方向に進んでいます。続いてはヤチルの扱う残白刀について見ていきたいと思います。散歩拳銃。ヤチルの扱う残白刀、解剖は出ておいで。最終決戦でケンパチ不在の時に撤収を受けて応戦した際にやっと実力をお披露目。解放すると剣を持った2体の獣が出現し、ヤチルと共に戦う非常に独特な残白刀。ヤチルらしいメルヘンチックな獣だな。獣の名前は前獣がモコモコ、後獣がホネホネ。これもあだ名なのかな。ヤチルの動きにシンクロして2体の獣が間合いやタイミングを前後にずらした攻撃を繰り出すトリッキーな能力。そのため相手はヤチルの動きや間合いを見切れば見切るほどズレが生じ、攻撃を避けられなくなってしまいます。また刀自体が変化せず代わりに何かを召喚するケースは挽回でよく見られるものの、視界での召喚は非常に珍しい模様。刀本体は短めで腰には刺さず普段は作業を持って引きずっています。鞘の先端にある車輪は手先が器用な一角に頼み込んでつけてもらったようでした。以上になります。続いてはヤチルの作中の活躍について見ていきたいと思います。ヤチルの過去。ヤチルはもともと名前を与えられておらず、キタルコン在79地区クサジ市にて親もいませんでした。ヤチルはザラキケンパチと出会った頃は赤子で地以外の色を見た記憶がないような治安のクサジ市地区で生活していました。クサジ市の周囲の大人は人というよりも獣に近かったようで、ヤチルはいつ殺されてもおかしくない状態でした。一体どうやってここまで生きてきたんだ。そのような生活を送っている中、自分よりも強い相手を求めるケンパチがクサジ市に現れ、人々を切り殺していました。帰り血を浴びたケンパチにも臆することなく、笑顔で接してきたヤチルをケンパチは気に入り、当時のヤチルだけでなく、ケンパチも名前が与えられなかったことから、名前がないことの辛さを知っているヤチルにシンパシーを感じ、自身にはケンパチ、赤子にはヤチルと名前を付けたのでした。ヤチルはケンパチ自身がこうありたいと願う人の名前。ヤチルは初代ケンパチとして100年前の11番隊隊長を務めた。4番隊隊長宇野花烈の本名である宇野花ヤチルから取って付けられました。ヤチルは自身に名前を与え、クサジ氏から助け出してくれたケンパチに感謝しており、それ以降ケンパチとヤチルは唯一無二の信頼関係を築いていきます。そしてケンパチが全11番隊隊長との戦いに勝利して11番隊隊長の座に着いた際、ヤチルも入隊試験を受けずに副隊長となっていました。ソウルソサエティ編。朽木ルキアが人間に死神の力を譲渡した罪により処刑されることが決定。ケンパチが強い相手を求めヨカを探したため、ヤチルはケンパチに道案内をしますが、適当に勘で案内したせいでことごとく行き止まりにあっていました。従うケンパチもケンパチだよね。その後はルキアの処刑を止めにソウルソサエティに来た一ごとケンパチとの戦いを見守っていました。
ケンパチが楽しそうに戦う姿を見ることが好きなため、戦いを楽しむケンパチの邪魔をすることが許せないヤチルは、二人の戦闘中に伝令に来た隠密機動隊員に対して怒りを見せます。その際普段は見せない恐ろしい獅子のような霊圧で威嚇して隠密機動隊員を萎縮させていました。マジか、こんな顔できるんだ。二人が本気を出して戦った末、両者ダウンとなり、ケンパチがイチゴのおかげで楽しく戦えたこと。久しぶりに楽しそうなケンパチの姿を見ることができたヤチルはイチゴにお礼の言葉を告げ、負傷したケンパチを背負ってヤチルはその場から離れ、ケンパチを治療するため卯の花列を呼んでいました。卯の花が到着する前に目覚めたケンパチはイチゴに負けたとヤチルに述べていましたが、イチゴは残月と二人で戦っており、2対1なのでケンパチは負けていないとヤチルは主張。ヤチルのヘリクスに笑うケンパチに対し、ヤチルはビンタをかましていました。ケンパチにビンタとか、こんなことできるのヤチルしかいないだろうな。そしてケンパチは残月と一緒に戦うイチゴを思い出し、自身の残白刀の名前を聞くことができていないことを悔いていました。再度自身の残白刀の名前を残白刀に問いますが残白刀からは何の反応もなく、強くなりたいと願うケンパチの姿を見ていたヤチルは、ケンパチと二人で強くなることを誓っていました。ケンパチの治療後イチゴと再戦できるのではないかと考えたケンパチは織姫と行動を共にします。その際荒巻も一緒にいましたが、荒巻につけた巻巻というあだ名を忘れていたようで、変な名前と笑ってバカにしていました。その後は道案内をする織姫の邪魔をしており、一角に探索能力がない無能と言われたことで、怒ったヤチルは唾を吹きかけ一角をぶち切れさせていました。その後も一角と揉めたのか一角の頭にかぶりついていました。ちゃんと副隊長の役目こなせているのか疑問だな。そしてイチゴの仲間たちとも合流し、皆でイチゴの元へ向かいますが、侵入者である旅客を引き連れていることを疑問視した駒村、伊庭さん、当然、ヒサギが現れ戦闘となります。ヤチルはケンパチの強さを信頼して旅客を引き連れて再びイチゴを探し出すことを決断していました。そしてルキアを処刑するために総局が解放された際、総局の丘にイチゴがやってくるとヤチルは推測。ヤチルはルキアの処刑に対して興味はないもののイチゴは助けてあげたいと述べていました。ケンパチと剣を交えたイチゴはすでにケンパチの友達であり、その友達を助けることは自分の役目だと考え、凄まじいスピードで総局の丘へ一人で向かっていました。しかしヤチルが到着する前に、アイゼンたちはメノスグランデたちと共にウェコムンドに消えていきました。アランカル編。ケンパチと共にウェコムンドを訪れていたヤチルは、ケンパチとノイトラの戦いを見守っていました。そして刀剣解放して腕の増えたノイトラをどう処理するかを考えたケンパチが、一本ずつ全部切り落とすと述べていたため、全部切ったら戦えなくなるとツッコミを入れて忠告していました。その後はケンパチとビャックンが闇を倒した後、元気にソウルソサエティに帰還していました。千年決戦編。千年決戦編ではケンパチが卯の花列と戦うことが決まっていたため心配そうにしていました。その後、負傷した大鳥橋とムグルマを治療するためイサネと共に避難していました。ですがその場に現れたシテルン・リッターのグエナエル・リーとの戦いになります。現れたその刹那にヤチルは顔面にパンチをお見舞いしましたが、消えていなくなりさらに何に当てようとしたのか忘れ、なぜか自分自身がダメージを受けてしまい混乱し始めていきました。グエナエルは自身の存在を消すことができる能力で、能力は3段階あり、1段階目で姿が消え、2段階目で存在が消えます。これを利用してグエナエルは姿を消しながらヤチルに襲いかかり、ヤチルはダメージを負っていきました。さらに3段階目はその存在が相手の意識の中からも消えるというもの。そのためグエナエルの存在自体を忘れるため、毎回初めましての状況を作り出すことができます。ですがヤチルはそんな初めましての相手に向かって殴りかかっていきました。ケンパチそっくりだな。イサネからは敵か味方かわからない人にいきなり殴りかかるのはいけないことだと教わるも、多分あの人敵だよと伝え勘で殴りかかったことを伝え、さらにあの人見たときざわっとした人野生の勘でグエナエルを敵とみなしたと述べていました。ざわっとしたとか、可愛いこと言ってるようだけどやってることえげつないぞ。そのような対象がいれば切ってもいいというケンパチの言葉を思い出し、残白刀を取り出したヤチルはその能力によって、間合いをずらしてダメージを与えていました。そしてヤチルは残白刀を解放してグエナエルと戦っていきますが、そこに突如現れたグレミーにより、グエナエルが殺されてしまいます。そしてグレミーに切りかかるヤチルでしたが、グレミーの能力によって骨をクッキーにされてしまい、
腕をバキバキに折られ身動きが取れない状態になってしまいました。ですが救援に来たケンパチが現れ、グレミーと戦うことになります。そしてグレミーがケンパチと戦ってる際にヤチルに能力を使うことが難しい状態になったため、ヤチルの骨は元に戻りイサネのところに行って腕を直してもらいました。その時に交わした会話がイサネと交わした最後のやり取りになったようで、イサネが聞いたヤチルの最後の言葉はやっとケンちゃんに呼んでもらえるだったとのこと。そしてケンパチが野ざらしを解放して隕石を粉々にした姿を見たヤチルは、かつてケンパチと出会った際に自分の名前を持っていなかったことや、ケンパチに名前を付けてもらったこと、ケンパチの残髪頭に名前がなかったことを思い出し、四白章だけを残して姿を消したのでした。グレミーに勝利したケンパチはヤチルの四白章を見つけ、隊員にヤチルを探すよう命じるも見つけることができずにいましたが、その後ジェラルドに吹き飛ばされたケンパチの元に、どこからともなくヤチルは現れていました。これまでどこにいたのか、ヤチルに問うケンパチに対し、ヤチルは私をちゃんと使えばケンちゃんが切れない奴なんていないんだからと述べ、ヤチルはケンパチに力を授けていました。何をされたのか全く理解できていないケンパチでしたが、ヤチルは何も知らないケンパチに対して、その力は挽回であると教えていました。ケンパチは急激に冷圧を上昇させ肌を赤くして挽回を発動。ケンパチは自我を失い自身の体が耐えられないほどの能力を解放したため、右腕が吹き飛び戦線から離脱していました。これに対しヤチルは能力を解放しすぎたと述べていました。そしてケンパチの残髪頭へと戻り、他の死神たちからは姿を認識できなくなりました。ヤチルの正体、それは、野ざらしの挽回が本体から分離した姿。視界でヤチルが消えなかったのは、ヤチルがケンパチから名を受けたことで死神の力を宿した野ざらしの挽回だったからであり、ケンパチが挽回を得得した後は声だけ聞こえるようになりました。残髪頭の中に回帰しており、戦闘時にケンパチのみが認識できる姿となってケンパチの戦闘をサポートしていたのでした。以上になります。いかがでしたでしょうか。ヤチルの正体がまさか野ざらしだったとは、まさかこんな感じで登場するとは誰も思わないよね。ヤチルの正体はいろいろ伏線があったみたいですね。それを知った上でまたストーリーを見直すとより作品を楽しめそうですね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。